皆さんこんにちは。ビーレジェンド管理栄養士の布目です。前回に引き続いてですね、スポーツ栄養についてのお話をしたいと思います。今日はですね、リカバリーについてのお話になります。リカバリーというのは疲労回復ですね。練習の後ですとか試合の後にいち早く回復するための、栄養の話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。リカバリーにはですね、ポイントが、3つあります。まず1つ目なんですけれども、摂取タイミングになります。運動後にですね、いつでもいいよってわけじゃなくって、運動が終わった後、30分から1時間以内に補食をとるのが、いいというふうに言われています。よくですね、運動後30分以内はゴールデンタイムなんていう言い方するんですけれども、できるだけ早いタイミングでですね、取ることが、重要になってきます。で、続いて2つ目のポイントですね、摂取栄養素になります。何を取ったらいいかということですね。こちらはですね、炭水化物と、タンパク質になります。はい、炭水化物とタンパク質なんですけれども、まず炭水化物ですね。炭水化物を摂る意味というのはですね、運動した後というのは私たちの体の中ってエネルギーを使い果たしている状態なので、エネルギーが、枯渇しているんですね。空っぽな状態になります。その場合にですね、炭水化物って、前もお話したんですけれども、エネルギーの元になるそういう栄養素になりますので、枯渇しているエネルギーを作り出すために炭水化物を摂る必要があります。ちなみにですね、これ炭水化物を摂らないと、エネルギー源がないので、体はですね、体の中にあるものを使って実はエネルギーを作り出してしまうんですけれども、それがですね、骨格筋、筋肉というふうに言われています。なので筋肉を分解して、エネルギーを作り出してしまうんですね。なので、せっかくねトレーニングをされて、筋肉つけているのに、その筋肉が分解されてしまうと、トレーニングの意味もなくなってきてしまいますので、なので、運動直後にはですね、炭水化物をエネルギー源として補給する必要があります。そしてもう一つがですね、タンパク質ですね。タンパク質は、運動の直後に摂りますと、運動の刺激と、タンパク質によって、筋肉合成が、高まるというふうに言われています。そして、運動の後はですね、筋損傷が、起こっているかと思いますので、その筋損傷の、修復にもタンパク質は、使われます。ですので、この2つが、必要になるんですけれども、この2つをですね、同時に摂ることによって、それぞれ働きがあるんですけれども、その働きが、相乗効果でですね、さらにより働くというふうに言われています。なので、この2つを、一緒に摂ることっていうのが、重要になってきます。では、3つ目のポイントですね。ではこの炭水化物とタンパク質をどれぐらい摂ったらいいのかと言いますと、まず炭水化物はですね、自分の体重 ×1g というふうに言われています。例えば体重 50kg の人でしたら 50g ですね。そしてタンパク質はその3分の1の量になります。例えばですね、こちら、50kg の人でしたら 50g で、タンパク質がその3分の1なので、16.7g になりますね。こちらの量を摂ることが重要になります。ではですね、実際に何を食べたら、この量を満たせるのかと言いますと、こちらのですね、マルトデキストリンを使っていただいて、こちらですね、マルトデキストリンはですね、糖質になりますので、こちらをご自分の体重分、入れていただいて、摂れるように、入れていただいて、そこにですね、こちらのプロテインですね、プロテインを混ぜていただくというのも一つだと思います。
その他にはですね、まあ、運動中から、まあ、スポーツドリンクとしてこちらの、スポーツ&リカバリーですね。こちらは、まあ、運動中から、まあ、取っていただきたいんですけれども、まあ、糖質が入っておりますので、まあ、こちらも使っていただいたりするのもいいと思います。で、例えば食べ物で言いますと、じゃあこれが満たせるって言いますと、例えば果物ゼリーですね。果物ゼリー1つと、あとは、プロテインを、1食分ですね、飲んでいただいても、この量を満たすことが、50キロの人でしたら満たすことができます。あとはですね、オレンジジュース、果汁 100% の濃縮還元のオレンジジュースを、例えば、まあ、200ml ですね。そちらに、ナチュラル、プロテインのナチュラルを溶いていただいた場合ですね、その場合もですね、もうタンパク質はそれで、摂取することができて、200のオレンジジュースですと炭水化物が少し足りないので、そこに、まあ、おにぎり1つとかですね加えていただくと、まあ、50キロの方でしたらこちらの量を、満たすことができますので、ぜひですね、運動の後には、まあ、ご自分で体重を計算してみて、必要な量をですね、取っていただければと思います。大体、まあ、タンパク質、プロテインでしたら1食で 20g 取れるので、そうすると、まあ、60キロの方まで、1食分の、タンパク質、摂取することができます。それに炭水化物プラスとなると、もし食べ物で食べる場合でしたら、まあ、おにぎり2個とか、それぐらいになりますかね、取っていただければと思います。では今日は、リカバリーについてのお話を、しました。ではまた、次回お会いしましょう。ありがとうございました。